皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はもうすぐハロウィンなので、こちらのハロウィンネイルを作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、本日使用する材料はこちらです。セリアジェルのシルバーとホワイトとブラックとマスタードとスカーレットのお色を使っていきます。はい、ではまず親指と中指と小指についているデザインを作っていきたいと思います。材料はこちら、セリアジェルのシルバーと、こちらもセリアから売られているホログラムです。こちらを使って作っていきたいと思います。はい、では地爪に塗る場合はベースコートから始めていきます。チップなのでこのまま塗っていきます。ではシルバーでグラデーションを作っていきます。結構薄付きなので何度か重ねてグラデーションを作っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。ではこの上にこちらのホロを乗せていきたいと思います。はい、では今回はちょっとハロウィンっぽくこちらの紫系の色を乗せていきたいと思います。ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、ではこちらのノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ライトに入れます。こちらで親指と中指と小指のデザインの完成です。とっても簡単で可愛いです。では次に人差し指のデザインを作っていきたいと思います。はい、では人差し指のお化けを作っていきたいと思います。まずはじめにホワイトのジェルでお化けの形を作っていきます。ではこちらチップをこうします。先端を上にします。地爪に塗る時もこう先端を上にして塗ると塗りやすいです。
度塗り、こんな感じです。ちょっとこのここをレース状にして塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。では次にお顔を描いていきたいと思います。ではパレットを使います。パレットの上にブラックのジェルをのせます。ではこちらを使ってお顔を描いていきたいと思います。使う筆はこういった細めの筆を使って描いていきます。はい、こんな感じで一旦ライトに入れます。はい、こちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指についているお化けのデザインの完成です。とっても簡単で材料も少なくてすぐできておすすめです。では次に薬指についているお化けのデザインを作っていきたいと思います。はい、では薬指のお化けを作っていきます。使用するカラーはセリアジェルのマスタードとスカーレットを混ぜて作っていきます。はい、ではこちらのお色をパレットに出して使っていきます。はい、ではこちらの2色を混ぜてオレンジ色を作っていきます。はい、使用する筆はこんな感じの平筆を使っていきます。はい、ではこんな感じのちょっとかぼちゃ色のオレンジを作って、先ほどと同じ感じにこの先端を上にして塗っていきます。
はい、こちらもちょっと下をレース風に丸くしながら塗っていきます。ではこちらをライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。に入れます。はい、では次に顔を描いていきたいと思います。ではこちらのブラックをパレットに出して使います。使う筆は先ほどと同じ細めの筆を使っていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで薬指のお化けのデザインの完成です。こちらもとっても簡単に作ることができます。はい、こちらでとっても簡単で可愛いハロウィンネイルの完成です。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。